山口県徳佐峰から帰ってる途中のはずの立ち屋になんですけど、なんとここは富士店です。963キロ、13時間1分。頑張って帰ります。柿の葉寿司、サバです。さっきもう酒食っちゃった。いただきます。うん、おいしい。はい、こんにちは、立谷です。いつものトムさんの前でお届けしております。山口県徳佐峰から帰ってる途中のはずの立谷なんですけど、なんとここは富士店です。ちょっとジャンプ飛んで帰りますよ。気持ちいいんでサクッと飛んで帰りたいと思います。サクッと飛べるのか。今みっちゃんからツッコミが入っております。サクッと飛べる予定。頑張るぜ、頑張るぜ。おー、リトルウィスラー今年初見ますけど、やっぱやばいね。これをね、今週末の富士見のダブルジャンプのために練習しておこうかなと。それでもダメならしゃあないね。はい、ありがとうございます。さあ、今年初の富士店でございます。6番ノーティーボーイというわけで、はい、久しぶりのくせに第1のキーボーイよっ。ワン、もうドライ気持ちいい。やっぱ路面は乾いてる方が楽しいね。気持ちよく回したいね。さすが大ちゃんのテレビ。おお、こね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 こ。あ、ちょっと回りくねてない。気持ちいいね、さすが。さて、1年ぶりのリトルウィスラー、どうすかね、どうすかね。いけるといいね。あ、飛びすぎたよっ。おー、一発目から飛んできた。さあ、リトルウィスラー、ちゃんと最後まで荷重をかけていくよ。リトルウィスラー、今度は飛び切りたいね。さあ、リトルウィスラー、飛び切りていくよ。荷重ね、荷重です。最後までリップを使うこと。荷重参ります。リトルウィスラー1個目、はい、2個目、はい、3個目、届いた。 OK じゃないですか。リトルウィスラーちょい加速させたいところですが、まあ無理せんように。ラストワンいきます。完全に飛び越えた。リトルウィスラー飛び切りました。多分証拠写真がない。まっすぐ徳佐峰から山口から東京に帰らずに富士店に寄り道をしてリトルウィスラー飛んできました。多分飛び切ったと思います。今月末の富士見のダブルキャニオン、飛べるかな、チャレンジしたいな。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。できればチャンネル登録していただいて、次のビデオも楽しみにしててください。タチアニでした。失礼します。